はい、ポンちゃん、おはようございます。おはようポンちゃん。そして冷たい、冷たい。おはようございます。入れ替わりですか。はい、ちゃんくん、おはよう。はい、昨日からですね、この窓際のところに、窓辺にって言った方が綺麗かな、また造花を飾るようにしました。冬場はね、日が差すのをこの2人が必死にこう場所を奪い合ったりなんかしながら、暖を取っていたんですが、暖かくなってきたので、日向ぼっこも微妙にはできるように、右側は開けてありますが、そんなにここを好まなくなってきたのでね。って言っても、二人ともここ来たね。あれじゃない、下がなくなったかな。そっか。くなくなったね、はい。とりあえず、このような少しでも綺麗にしながらですね、日常を暮らしたいと思います。そろそろ黒犬は外で運動になるようなこともしなきゃね。はい、ということでした。何の音かな。ポリ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 って言ってるね。はい、ポンちゃんでした。以前ちょっと言っていると思うんですけれども、亜鉛酸素水という、ものがあります。次亜鉛酸素水と、間違いやすいんですが、次亜鉛酸素水よりもいいものなんだそうですよ。それを、手に入れることというよりは、パッケージデザインの方でですね、ちょっと相談を受けたので、いただいちゃいました。で、こちらの方が、その現物になるんですけれども、さて、何かというと、いわゆる消臭抗菌、殺菌ですか、というようなもんですね。早速、家でも使ってみています。こんな風にしますよ。はい。後ほどですね、その、効果などについては、お話ししたいと思います。この、亜鉛素酸水、亜鉛素酸水ってさっきから言ってるかな？なんかもう言いにくいのでね、あれなんですが、いわゆる菌を、消滅させるんですけれども、マスクのね、表面にこうやって吹きかけるっていうのもありだそうです。そして人体には全く、影響のないもの、となっています。多少こう刺激があったりするのは、次亜鉛素酸ナトリウム。ナトリウムという名前がついていると、皮膚なんかにつけるのは良くないそうですので、気をつけてください。次亜鉛素酸水よりも、この亜鉛素酸水は、効力が、長く、なっているそうです。次亜鉛素酸水っていうのは殺菌能力高いんですけれども、割とすぐ消えてしまうと。で、この亜鉛素酸水だと長続きするよと。空気中に噴霧したりしても、いい感じで使えるんだそうです。はい、ジャン君トイレ臭いのしてくれましたが、おしっこだったかな。おしっこっぽいよ。そっか、うん、ちょっと待ってね。何？
ちょっと匂いがするね。スプレーをください。はい、はい、おしっこの匂いするの？おしっこっぽい。まあ、かすかな匂いだから、やっぱポンちゃんがさ、強力なうんちしてくれなきゃダメじゃない？あ、消えた。嘘じゃないよこれ映像で消えたって言ってもどんだけ信じてもらえるんでしょう。ポンちゃんのうんち。そうだね、ポンちゃん早くうんちして。でもね、うんちはなかなか手ごわいと思うんだけど、まあやってみよう。ジャンくんおいで、おいで、ジャンくん。なんか読まれてるよ、おいで、ジャンくん。ジャンくんおいで、ジャンくん、ジャンくんおいで、ジャンくん。はいはい、これはですね、空気中に巻いても大丈夫なやつなんです。ポンちゃんが見てるよ。はい、危険はありませんよ。匂いが何にもしない、取れるんです。何も匂い、基本的にはね、もっと濃度の高いやつは塩素なので、ちょっと塩素臭いのもあるんだけど、濃度が 160ppm なんだって。 ppm っていうのは100万分の160%。うん、分からない普通だと100で、100が100、あの全 100% じゃん、がいっぱいいっぱいじゃん、うん、それが100万、の中の160だからすごく少ないっていう意味で数字は言えません。ポンちゃん舐めても平気なんですって。大丈夫だよ、ぴょんくん。あとでポンちゃんのうんちをした後にやってみるね。あ、ピントが外れたいやってなった。ポンちゃんだもんね。ジャン君は今吐いたね。猫がよくやる吐くをしました。そしてマオイママさん手で受け止めちゃいましたので、はい、まだもうちょっとそっちもね、はい。そしてその間にこの人この人くっさいうんちしましたねもう大騒ぎです。右だよね、きっとね。右です、うんちは右です。さあ匂いをまず、なんでさ右なのかな、左でもうんちしないんだね。あ、臭っ臭っ臭っ。あ、トイレ掃除用の袋。うん、一瞬にして消えるのは消えるね。ただ、掘り起こしたらまたするんだろうな。トイレ掃除のやつね。はい、はい、そして、はい、手を出してください。ちょっと匂い嗅いどいて一度。臭い？あのご飯の匂い、はい、にゃんこご飯の匂いがします。いきます。はい、冷たい。どうですか？ちょっとはまだする。あの指の間がね、うん、今指の間にあったなしてて、もう全部取って、うん、指の間も綺麗にできてる。うんちよりもジャン君の吐いたやつの臭いらしいっすドライ胸肉吐きましてん。なんか平気かな、透明でいいんだけど、あの周りにね、うん、まあでも実際にこいつはこういうとこに落ちても大丈夫なのよ。最終的には単なる水になるわけでね。完璧にはならないけど、うんうん、あの食べ物の匂いがきつつ結構強いから、うん、それでもちょっと匂いが、うん、濡れた状態にしとくといいんだって。あ、そうなの、うん、そうするとね、乾くときに、ま、うん、乾くときにじゃない、濡れた状態だと、うん、何回も生き返って除菌するの、うん、へで消臭も同じ
システムなので、乾くときに一緒に消臭になるのかと思ったら、そうじゃないんだ、うん、何かと結合するんだってということだそうです。こっちの手のひらは匂いしなくなってきた。なんかあのこの指のあ、うん、間はやっぱこうテロってなったやつと、あと行きにくいのかもね。 あと部屋が臭くなった時とかに、空中に散布すると匂いが消えるそうです。ポンちゃん汚れてるでしょ、ちょっと落ちたんだ。今日は例の湘南のサーファーの人たちがだいぶ少なかったようです、うん、自粛をしたということですね、うん、おかげで黒犬おじさんは全然関係ないくせに、今日は自転車で少し走ることができました。太陽に当たってきました。やっぱ日の光とか風はいいですね。ただこの1ヶ月ちょっとずっと家に居続けたおかげ、その前も3週間ぐらいね家にいたんですけれども、おかげで右膝が痛いです。膝の関節のところが痛くなっています。年寄りのあの例のやつなんですが、自転車で少しずつまた鍛え直してですね、直そうかなと思っています。